昨年2012年度は仲間と共に夢を託した思いをつなぐとして琉球の思いを語りました。そして今年2013年踊り子だけでなくお客様にも笑顔になってもらいたい、里子を通してたくさんの輪が広げられるよう思いを込め絵に頑張るのをテーマとしました。お客様に